橋本徹も小池百合子もね、本当になんていうか、その卑怯。あの小池さん10秒説というのが流れていたんで、うん、ね、この真偽をとにかく確かめないことには、うんうんうん、どうしようもないんでですね、うんうんうん、まあ、それでぶら下がり会見出たんですよ、うん、まあ、それで 2,3 問題終わっちゃったんですよね、うん、でそして僕が慌ててですね、終わりそうだったんで、うん、質問したんですよ、うん、自覚症状はどういう感じだったんでしょうかっていうのね、うんうんうん、まあ、それに対して小池さんね、さっと無視してですね、こんな感じそう、さっと無視してスーッと行っちゃったんですよ。あれはあかんやろ、ね、ありなのかな。いや、なしでしょ。うん、なしでしょ。うん。